県内の高校サッカー部から J リーガーが誕生したのは2000年以来のことです。有田選手がチームで練習を始めています。高校サッカーから J リーグへ、新たな舞台にかける思いを神戸に行って取材してきました。有田浩樹選手18歳、サッカー J1 ヴィッセル神戸に入団。2010年のシーズン開幕に向け、早くもチームでの練習に取り組んでいます。本当短い時間の中でやっぱり狙いもはっきりしてて、その中で内容濃い練習なんで充実してます。有田選手は新潟市出身。小学生の頃から頭角を現し、中学時代はアルビレックスジュニアユースのエースストライカーとして活躍しました。その後、憧れの高校サッカーの舞台に立ちたいと北越高校サッカー部に入部。1年生の頃から北越の大砲と呼ばれ、パワーのあるフォワードとして活躍し、3年間で3度全国大会に出場しました。その有田選手にヴィッセル神戸のスカウトが注目したのは、3年生になった去年の夏でした。すごいシュートを決めたんですよ。強烈なシュートを決めるところを目の当たりにやっぱ見まして、あ、これはいい選手だなという印象を受けました、最初に、はい。決め手となったのは持ち前の豪快なシュート、そして周りを生かす動きの良さ。有田君の場合はこうプレーを見てたら、周りを使うのもすごく上手くて、でまず自分が受ける前に準備の段階で周りを見て、よく見て、で自分がじゃあどこで受ければいいのかとか、まあ、自分がその中で何をしなければいけないかっていう選択肢の部分もすごくいいものを持ってるなと思ったんですね。しかし高校卒業後は大学進学を考えていた有田選手、プロ入りを決断するには時間がかかりました。親とも相談したりして自分で考えたりして悩んでたんですけど、まあ、最終的にはやっぱりおじいちゃんの一言っていうのがあって、元気なうちに自分がプロになった姿を見たいって言ってくれたんで、本当その時は自分の考えとかなくて、その気持ちに応えたいっていうのがそれ一個だったんで。おじいちゃん子だったという有田選手、ずっと応援してくれた祖父貞夫さんの一言が新たな世界に挑戦する決め手となりました。こういうの話すと涙が出てくる早いなこっち君サッカー好きだから絶対やってくれるとね思ってるけど、まあ、体を壊さないように頑張ってもらえてる。同じようにサッカーをする弟もエールを送ります。お兄ちゃんどんなところが見たいですか？活躍していくところ目標ですか、ね、あっちでも頑張ってほしいし、自分も負けないように頑張りたいです。どんな時がいいですか？末っ子の高麗くんは離れるのが寂しいようで、泣いてんの？緊張しちゃう。じゃあちょっと離れて頑張るお兄ちゃんと応援しようかなとかも、どうかな。頑張ってほしい。やっぱ頑張ってほしいっていう気持ち伝わっていくんで、頑張りたいと思います。そして今月16日に行われたヴィッセル神戸の入団会見。新チームでの決意を新たに、プロサッカー選手として始動です。3月のシーズン開幕に向け、早くもチームの練習が始まりました。有田選
手は今ヴィッセル神戸のトップ選手とともに練習を行っています。昨シーズン J1 リーグ14位に終わったヴィッセル神戸、今シーズンはアジアチャンピオンズリーグ出場を目標に掲げ、得点力のあるチーム作りを目指しています。高校の時の練習とまた違って、やっぱりそれなりにレベルも上ですし、でついていくのやっとなんで、でもきついっちゃきついんですけど、やっぱそこでも成長できるっていう喜びっていうのが分かるんで、はい、ついていってこれからも頑張っていきたいです。まあ、珍しく日本人にしてはフォワードらしい選手だなという印象ですね。まあ、やはり早く、慣れてですね、プロのその速さ強さというのに慣れてもらって、それでまあやはりフォワードですから期待されるのは、まあ、得点というところになってくると思います。有田選手がチームに期待されているのは得点力。そのためにはボールを持っていない時の速い動き、飛び出すタイミング、足りないところを強化するため、先輩たちの指示を受けながら練習に取り組んでいます。そうですね、本当に体も大きくて、まあ、技術もしっかりしているので、まあ、あとは自信さえ持てばすごい、なんていうのかな、すごいいい選手になると思うし、まあ、もちろん今でもいい選手ですけど、もっともっと成長できると思うんで、自信を持って頑張ってほしいと思います。はい、神戸ではチームメイトとの寮生活が始まりました。与えられたのは一人部屋、洗濯ももちろん自分で行います。あと洗濯とか風呂とかご飯の時以外は大体部屋でテレビ見ながらいつの間にか寝ててって感じです。サッカー漬けの毎日を送る有田選手、辛くてもサッカーを頑張り続ける、その思いを強くしたのは最後の高校サッカーでした。あの時もやっぱりいろいろ注目されてて、でもやっぱその中で自分の力っていうのがやっぱ思い切り出せなかったっていうのがあったんで、アルビレックスのユースにも誘われました。チームのために決められなかったゴール、どうだ、ここもゴールキーパー、天を仰ぎ悔しさに涙を流した全国大会、一緒に戦ってきた仲間や支えてくれた人たちへの思いが厳しい練習に立ち向かう原動力となっています。新たなスタートを切った有田選手、その目標とは。プロでやってるからは、やってるからにはやっぱ上目指したいんで、まずオリンピックのやっぱ自分の年の近くにあるんで、そういったところ狙っていきたいですし、やっぱ将来的な代表でもエースに入れるようなフォワードになりたいです。新潟県のエースストライカーから日本のエースストライカーに、有田浩樹選手の新たな挑戦が今始まりました。